ーのアトリエ2不思議な夢の錬金術師。無数の夢を見ていた。何にもない世界でたった一人、大地、空、海、欲求、願望、愛情、人の夢の中には全部が詰まっていた。ある時、ひときわ輝く夢を見た。優しくて、明るくて、とても強い。会いたい。彼女に会ってみたい。そう願わずにはいられなかった。たとえそれが許されないことだったとしても、私は夢に形を与える。彼女に会うために。圧倒されてしまいますね、ゾフィー。でも、全然元気がないみたい。ブラフターが夢で見た木って、あれで合ってるの？いえ、私が見たのは、もっと…がいたらな。一体どこに行っちゃったのやら。きっとまた植物たちの声を聞いて飛んでいったのでしょう。だね。とにかくもう少し近づいてみようよ。そうですね。近くに行けば何かわかるかもしれませんし。行こう、プラフタ。ソフィー、あまり急ぐと転びますよ。いつでも前向きな錬金術師、ソフィー。そして人形の体を持つ相棒、プラフタ。二人は慣れ親しんだソフィーの故郷を離れ、
各地を旅していました。旅の目的は2つ。一つは人形の体に魂を入れたプラフタを人間の体にすること。そしてもう一つは祖母の足跡をたどり公認錬金術師の資格を手に入れること。いずれも高度な錬金術の知識を必要とする生半可な覚悟では達成できない目的ですが、ソフィーに迷いはありません。夢を叶えるべく今日も前へと歩み続けるのでした。これはそんな彼女が体験した数々の冒険の一つ、夢をめぐる不思議な不思議な物語。ますます大きいな。いろんなところを旅してきたけど、こんなに大きい木を見るのは初めてだね。ええ、そうですね。しかし、なぜ私はこの木のことを夢に。不思議だよね。ここまでの道も知ってたんでしょ？はい。でなければこんな森の奥にある場所とてもたどり着けませんでした。まるで夢に導かれたように。私は以前にもここに来たことが。プラフト？何でもありません。もう少し見て回ってもいいですか？ちょっと予定外だけど。ようこそ私の世界へ。
ここは…あ、よかった目が覚めたんだね。ピリカさん、この人目覚ましたよ。よかった…牙はどう？どこか痛いところとかはない？私、ここは？倒れてたお姉さんを私が見つけたの。それでピリカさんと一緒にここまで運んできたんだ。倒れてた？私たちは確か森で。そうだ、プラフタ！あの、私の他に誰かいませんでしたか？誰かいたかい？お姉さん以外には誰も。そんな、探さなきゃ。あの、助けてくれてありがとうございました。私、もう行きます。待った待った、行くってどこにさ。君はまだこの世界のことを何も知らないんじゃないの？この世界？ああ、やっぱり見かけたことなかったからね。アルトはどう？私も見たことないよ。お姉さん、もしかして新入りの人？この世界とか新入りとか何のこと？あれ、ここに来る前に説明は受けてるはずだけど、もしかして聞いてない？まあ、いきなり言われても理解できないと思うし、順番にやっていこう。遅くなったけど、まずは自己紹介から。僕はピリカ、この店の店主をやっているよ。アレット・クラルティ、商人兼調達屋だよ。何か必要なものがあったらいつでも言ってね。あ、私はソフィーの家ミュラ、プラフタと一緒に旅をしていて。そのプラフタさんって人を探してるんだね。うん、早く探さなきゃ。まあまあ落ち着いてよ。口で説明しても実感ないだろうし、実際に見てもらった方が早いかな。だね。ソフィーさん、体が平気ならちょっとお店の外に出てみない？どこなの？やっぱりソフィーさんはエルビーラ様に会ってないんだね。エルビーラ様？おかしいな。こっちに来る前にエルビーラ様が説明してくれるはずなんだけど。ごめん、混乱させちゃったよね。急で驚くかもしれないけど、ソフィーさんは異世界っていうのを信じる？ここは
ソフィーさんがいた世界とは違う。夢の神エルビーラ様に作られた異世界、無限世界のエルデビーゲ。そして今いるのはこの世界に来た人たちが暮らす唯一の町、ロイテールっていうんだ。異世界って冗談だよね。普通の大きな町にしか見えないし。だよね。ここだけ見たらあっちの世界と変わらないし。ピリカさんもアレットさんも嘘をついてるようには見えないけど。それに私たちが吸い込まれたあの渦、あれは絶対に普通じゃなかった。もしかして本当に？けどそれならプラフトはどこに？ねえ、ソフィーさんってどうやってここに来たの？どうやってって言われても、森の奥に大きな木があったんだけど、それに近づいたら変な渦に吸い込まれて。大きな木に渦か。渦のことはわからないけどさ、大きな木って夢の大樹のことじゃない？そうだね。ソフィーさんを見つけた場所から考えてもその可能性が高そうだ。私を見つけた場所？そこに連れてって。もしかしたらまだそこにプラフタが。そうだね。私一人じゃ見つけられなかったけど三人なら。あ、でもその前にこれを渡しておくね。これって地図？あげるよ。知らない場所なんだし地図があった方が心強いでしょ。ありがとうアレットさん。さん付けなんてしなくていいよ。そう？ありがとうアレットちゃん。それじゃ夢の大樹を目指してレッツゴー。おー、よろしくね。異世界っぽくないなって思ってる？うん。だってみんな普通の人に見えるし。そりゃ、もともと僕たちもソフィーさんと同じ世界から来た普通の人間だしね。え、そうなの？そうだよ。僕たちが寝てる時に見る夢、この世界では無限って呼ばれてるんだけど、エルビーラ様は僕たちが見る無限を通して強く叶えたいと思っている夢を見るんだ。その中で気に入った夢の持ち主をエルデビーゲに導いてくれるんだよ。無数にある無限の中から探すからほとんど偶然みたいなものなんだけどね。それにこの世界はちょっと特別でね、どれだけ時間が経っても年を取ることがないんだ。目標を持ってる人たちにとってはまさに夢のような世界ってわけさ。どう？わかった？今のところは話半分に聞いてくれればいいよ。とにかくまずは夢の大樹に向かおう。
あの木は。どう？見覚えある？うん、この木だよ。私がプラフタと一緒に見たのは。プラフタ、お願い、いたら返事して。返事はないみたいだね。探してみよう。3人でなら何か見つかるかも。そうだね、ソフィーさんと同じように気を失ってるかもしれない。二人ともありがとう。誰もいなかったね。もしかしたらもう誰かが保護してくれてるのかもしれないよ。そうだといいんだけど。ねえ、この木は一体何なの？普通の木じゃないよね。この木はね、夢の大樹って呼ばれてるの。夢の神エルヴィーラ様もね、この大樹の近くにいるって言われてるんだよ。まあ本当かはわからないけどね。誰もここでエルヴィーラ様を見たことはないし。ここで？みんな一度は話したことがあるんだよ、この世界に導かれる前にね。ただその時もはっきりとした姿じゃなくって、こう光に包まれたおぼろげな姿なんだ。エルヴィーラ様、その時以外は絶対に人の前に姿を現さないから、ちゃんと見たことがないの。けどすごい神様なのは間違いないよ。夢の神様か。でも私はそんな神様に会ってない。渦のことも二人は知らないんだよね。そこが不思議なんだよね。今までそんなの聞いたことないし。さすがに私たちの話だけでここを異世界と思えなんていうのはちょっと無茶だよね。けどアレットちゃんたちが嘘ついてるようにも見えないし。それに私が見た大樹の周りにこんな祭壇や町はなかった。けど確かに枯れてたあの木と同じものだし、だからちょっとは信じられるかな。少しでも信じてもらえたならよかった。でもここが異世界なら早くプラフタを探さなきゃ。それじゃあ町の人たちに話を聞いてみよう。ソフィーさんみたいに誰かが見つけてロイテールに来てるかもしれないよ。あ、ごめん、僕はお店に戻るけど、お客さんにも話を聞いてみるよ。もし何か分かったらすぐに教えるね。了解。それじゃあソフィーさん行こう。うん、二人ともよろしくね。近くで見ると本当に大きいな。えい、てやん。じゃねえか、こんなとこにいるなんて珍しいな。ちょっと夢の大樹に用事があってね。なんだ、木登りでもしたかったのか。違う、人を猿か何かみたいに言わないでよ。悪い悪い、猿よか可愛げはあるわな。猿と比べられても嬉しくないから、まったく。えっと
見たことない顔だな。もしかして新人か？そう、こっちに来たばかりのソフィーさん。エルビーラ様と会わないでこっちに来たみたいなの。へえ、そんなやつもいるのか。ソフィーだったか。俺様はオリアス・エンデルス、世界最強の超用心棒だ。助けが必要な時はいつでも呼んでくれ。後悔はさせねえぜ。世界最強超用心棒？その辺は流しちゃっていいよ。それよりオリアスさん、プラフタって名前に聞き覚えある？プラフタ？私の家族で一緒に渦の中に吸い込まれたから、多分こっちに来てるはずなんです。ソフィーの家族かどうかはわからねえが、プラフタっていう錬金術師なら知ってるぞ。え？本当ですか？最近こっちに来たばっかのやつで、町外れのアトリエにこもってずっと研究してるぜ。何度かカティのところに飯食いに来てるのを見たことあるが、てかアレットも見たことあんだろ。銀髪で尻尾があってさ、あと何かの耳みたいな飾りもつけてるやつだよ。お前なあ。だってここって人の出入り激しいし、新しく来た人の名前なんて覚えてられないよ。出入りが激しいってことは、ちゃんと元の世界に帰る方法があるんだ。ああ、この世界で自分自身の思いや夢が満たされると、その瞬間に元の世界に戻されるようになってんだ。その辺のことは最初にちゃんと説明してくれねえと混乱するよな。まったく困った女神様だぜ。エルビーラ様に会ってない私ってどうやったら帰れます？ああ、わかんねえ。俺様も聞いたことないしな。かなり特別ってことは間違いないぜ。そんなのいらないのに。と、それより今はプラフタの方が先かな。案内してやるから俺様についてきな。はい、ありがとうございます。よかったねソフィーさん。うん、こんなに早く見つかるなんて思わなかったよ。本当によかった。けどこんなにすぐ自分のアトリエを持つなんて、さすがに早すぎるような。それに今のプラフトは錬金術ができないのに、どういうことなんだろう。静かだよね。あまり人も来ないし。ま、マジで何もないからな。わけのわかんねえ遺跡の跡くらいしかねえし。なんかこういうのどかな場所に来るとキルヘンベルを思い出しちゃうな。キルヘンベル？うん、私の故郷の町だよ。旅に出てから結構経ったけど、みんな元気かな。毎日一緒にいたのがなんだか懐かしい。またみんなと遊びたい。モニカの歌もまた聴きたいな。懐かしい気持ちになってるとこ悪いが、ほらもうアトリエはすぐそこだぜ。あ、はい。
まずはプラフトに会わなくちゃ。ここがプラフタのアトリエだ。わー、素敵なアトリエ。あれ？でもここって確か。どうぞ、勝手に入ってください。あれ？今の声って。ほら、早く入ろうぜ。私のアトリエとは全然違うのに、なんだかすごく懐かしい気持ちになる。待たせちゃってごめんなさい。それでどんなご用件ですか？あれ、ここってプラフタのアトリエじゃ。そうですよ、ここは錬金術師プラフタのアトリエですが。あなたは？だから私がプラフタですが、錬金術師プラフタは私です。もしかして人違い？確かに私の探してたプラフタとは違うんだけど、でもなんでなのかな、人違いって感じもしなくて。だから私がプラフタですって。用事がないなら帰ってもらえますか？研究で忙しいんですけど。ごめんなさい、私ソフィーの家ミラー、あなたと同じ錬金術師なの。ここに来たばかりなんだけど、一緒にいた家族のプラフタと離れ離れになっちゃって探してるんだ。私と同じ名前？それに錬金術師？詳しく話を聞かせてください。なるほど、エルビーラと会うことなくこのエルデビーゲに来てしまったんですか。そうなの、アレットちゃんに助けられなかったら今頃どうなってたかわからないよ。私と同じ名前のプラフタさんについても嘘をついてるわけではなさそうですね。わかりました、錬金術師かどうかはさておき信じてあげます。どうして錬金術師ってことは信じてくれないの？当然です、錬金術師はなりたくてなれるような簡単な職業じゃないんですから。常に新たな道具を生み出そうとする探求心、技術、生まれ持った才能が必要不可欠なんです。そうなのか？私に聞かないでよ。そもそも錬金術師を名乗ってはいますが、それを証明するものを持っていますか？それはここに来た時にほとんど落としちゃったから。でも本当に錬金術師だよ。ではこうしましょう、このアトリエにある道具を自由に使っていいので何か作ってみてください。それができればソフィーが錬金術師だと認めましょう。無理だよ、早くプラフタを探さないといけないし。仮にもし錬金術師であることを証明できれば、
このアトリエを共同で使用してもいいと言ったら？え？それ本当？こっちにいる間、住むところも必要でしょ？悪い話ではないと思いますが。ソフィーさん、どうする？わかった、やるよ。プラフタを探すのにもアトリエがあった方が助けになるかもしれないし、私ちょっと材料になりそうな素材を取ってくるよ。なら町を出たところの草原がいいでしょう。手頃な素材がいくつか見つかるはずです。そういうことなら私もお手伝いするよ。一人より二人の方がいいでしょ。ま、右も左もわからねえ新入りを放っておくのはダセーしな。最強用心棒の俺様が特別にロハで手伝ってやるぜ。ありがたく思えよ、ソフィー。二人ともありがとう。よろしくね。ここが異世界だって実感少しは湧いた？うん。それじゃあ材料になりそうな素材を早く取らなくちゃ。ん？ちょっと待った、ソフィー、あれを見てみろ。エルデビーゲってのはエルビーラ様が人の無限を元に作った世界だからな。その元となった無限には当然魔物もいるわけだ。それが世界を作る際に一緒に生まれちまうらしいぜ。そうなんですね。じゃあ採取中に戦うのは避けられそうにないかな。へえ、落ち着いてるな。ソフィーは魔物と戦える錬金術師みたいだな。錬金術師って意外と戦える人が多いのかな。でもそれなら戦闘も楽になるしありがたいよ。錬金術の素材って何を集めたらいいの？今回はクロースを作ろうと思うから、粘銀の糸、ウサギも、あとは適当な植物があれば。オッケー、それじゃあちゃちゃっと集めちゃおう。風が気持ちいいね。なんだか懐かしい感じがするよ。え、見
くん、あたしたちに向かってくるなんていい度胸じゃない。おいおい、ただ突っ込むんじゃねえぞ。戦闘ってのは頭で考えてするもんだぜ。少しばかり数が多いからな。敵の数を確実に減らしながら戦うぞ。わかりました。よりもしぶといな。どうにか一発で終わらせられりゃいいんだが。そういうことなら私に任せてください。やるじゃねえかソフィー。あんな戦えるなんてマジで錬金術師かよ。採取で魔物と戦うこともあるから、それなりに戦えないとダメなんです。それにしたって戦い慣れてない？錬金術師ってみんなこんな感じなんだっけ？いや、あいつがかなり特殊な例だと思ったんだが、実際のとこどうなんだ？私もおばあちゃんとプラフタ以外の錬金術師ってよく知らないし。えい！お、これって素材だよな。で、必要な素材ってのはこれで全部か？はい、手伝ってくれてありがとうございます。それじゃ、早く戻って作っちゃおう。ただいま。必要な素材を取ってきたよ。お疲れ様です。では早速調合してみてください。うん、それじゃあ釜使わせてもらうね。何を作っちゃおう。
やってみよう。険しい表情してねえか。やっぱ
ぱり品質が良くなかったからかな。いえ、とても素晴らしいものを見せてもらいました。品質については町の周辺で取れる程度の素材だったので、最初から期待はしていません。けどそれほど良くない品質の素材を使い、慣れていない窯で完成させるなんて。そういえば見たことのない草が生えてるとか言ってたもんね。うん、でも思った通り使えたからほっとしたよ。はあ、どうやらあなたは私が思っていた以上に優秀な錬金術師みたいですね。先ほど疑ってしまったことは謝ります。ごめんなさい。そんな謝らなくていいよ。証明するものを持ってなかった私も悪いんだし。そう言ってもらえると助かります。約束通り今日からアトリエも自由に使ってください。どうにか認めてもらえたようだな。イエーイ、やったね、ソフィーさん。ありがとう、二人が協力してくれたおかげだよ。ところでソフィー、あなたが探しているというプラフタさんですが、さっき私と雰囲気が似ていると言ってましたね。うん、詳しく説明するのは難しいけど、別人って感じはしなくて。実はそのことで一つ仮説を立ててみました。もしこの仮説が正しかった場合、ソフィーの探しているプラフタさんと私は同一人物である可能性が浮上してきます。え？それどういうことなの？それはこのエルデビーレという世界にはいろいろな時代の人間が集まる場所だからです。え？え？おい、アレット、おめえまだ。全部私が説明するなんて無理だよ。言葉の通り、ソフィーがいた世界を現在とするなら、それより過去の人間はもちろんのこと、未来の世界に生きる人たちもいるのです。なのでもしもソフィーが探しているプラフタさんと私が同一人物だった場合を考えると、今ここにいるプラフタは昔のプラフタ？なるほど、どうやらソフィーの探しているプラフタさんは成長した私かもしれません。けどよ、そんなこと本当にありえんのか？同じ奴が来たなんて話聞いたことねえぞ。だからあくまでも仮説の域です。現段階では証明することもできませんし、同時に他人であると証明することもできません。もしそれを証明することができるとしたら、ソフィーさんの探してるプラフタさんを見つけるしかないってことだね。そういうことになります。これはすこぶる興味深い話です。この仮説を証明するためにもソフィーが探すプラフタさんを探しに行きましょう。まあ探すっつっても手当たり次第に聞いて回るしか方法はねえんだけどな。ならば水晶の輝き亭に行ってみましょう。あそこはいろいろな情報が集まる場所なので。そっか、もしかしたらカティさんのところに話が来てるかもしれないね。水晶の輝き亭？カティさん？ロイテールの古株の一人でね、町のみんなのことすっごい詳しいんだよ。まあ少々問題もあるんだが。水晶の輝き亭は商業区にある食事どころです。すぐに向かいましょう。
がいいかな。